皆さんこんにちは。オンラインワインスクール美のテラスアシスタント講師の舞先生です。今日のテーマはスペイン。スペインはヨーロッパ南西部に位置していて、ヨーロッパの他のワイン生産地よりも南にある国です。北のピレネー山脈を挟んでフランスと国境を接していて、西側に隣り合うポルトガルとともにイベリア半島を形成しています。スペインといえばフラメンコや闘牛、そしてサッカーなどが思い浮かびますが、なんといっても豊かな食文化が魅力です。オリーブオイルの生産量は世界一、イベリコ豚の生ハムも有名ですね。トルティーヤやパエリア、アヒージョなど、皆さんもおなじみの料理はスペインがふるさとです。そんなスペインの食文化でも独特なのがタパスです。タパスは冷菜から温かい料理まで手軽に楽しめる小皿料理のことで、スペインの人が気軽に立ち寄るバルで楽しまれています。日本の居酒屋の突き出しのように出てきたり、カウンターに並んでいる中から好きなものを取って食べたりしますが、そんなタパスの隣にはいつもワインがあります。スペインの人たちにとってタパスとワインは家族や友人との語らいに欠かせないものです。そんなスペインのワインについて簡単に紹介します。ブドウの栽培面積は世界第1位、全土でブドウ栽培が行われ、バラエティ豊かなワインが作られています。カジュアルに楽しめるリーズナブルなワインから長期熟成される高級ワインまで、またタイプも様々で、赤ワイン、白ワイン、スパークリングワインに酒精強化ワインまでが作られていて、しかも全てにわたって世界を代表する品質のものが生み出されています。今日はそんな多様なスペインワインの中から赤ワインを取り上げて解説します。スペインのワインと聞いて濃厚な赤ワインをイメージした方も多いのではないでしょうか。スペインで最も多く栽培されているブドウ品種は赤ワインを作るテンプラリーニョという黒ブドウ品種です。スペイン全体のブドウ栽培面積の約2割を占めていて、その面積は20万ヘクタールに及びます。20万ヘクタールというと東京都丸々1個分、またフランスボルドー地方のブドウ栽培面積は約12万ヘクタールなので、そのおよそ2倍の面積でテンプラリーニョ1品種だけが栽培されているという桁違いの規模を誇っています。テンプラニーニョはスペイン語のテンポラーノ、早熟なという言葉に由来しています。環境への適応能力が高く、暖かいところでもよく育ちますが、冷涼な産地では酸味をしっかりと残して成熟します。場所を選ばず成熟するという特徴を知ると、広い範囲で栽培されていることも納得できますよね。また広範囲で栽培されていることから、テンプラニーニョは地域ごとにたくさんの別名があります。別名のことをシノニムというので覚えておきましょう。テンプラニーニョのシノニムには例えばこんなものがあります。マドリードではティンタでマドリッド、ティンタというのは色づいたという意味で、紫色に色づいた黒ぶどうであることを表しています。他にもリベラデルデュエロではティンタフィノ、トロではティンタデトロといった似ているシノニムもあります。カタルーニャではウルデリエブレと呼ばれます。これはカタルーニャの方言でウサギの目という意味です。またラマンチャではセンシベルとも呼ばれます。実際の試験勉強ではどの地域でどのようなシノニムがあるのかが問われますが、まずはいろんな名前があるんだなということを知っておいてくださいね。今日はスペインで作られているワインについて、特に赤ワインを作るテンプラニーリョという品種に注目してみてきました。最後に3つ問題を解いてみましょう。最初の問題です。スペインの北の国境沿いにある山脈の名前を選んでください。はい、まず地図を頭に思い浮かべましょう。スペインの北に国境を接しているのはそもそもどこの国だったでしょうか。そうです、フランスですね。フランスとの国境にある山脈の名前はピレネー山脈です。ボルドー地方のガロンヌ川はピレネー山脈に端を走っているというお話も以前の動画で紹介しました。次の問題です。スペインで栽培面積最大のブドウ品種を選んでください。テンポラーノ、早熟なという語源を持つ品種で、環境適応能力の高さから各地で栽培されていて、
その栽培面積を合わせると東京都1個分にもなってしまう今日ご紹介した品種は何だったでしょうか。正解は天ぷらニーリョでした。最後の問題です。次の中から天ぷらニーリョのシノニムではないものを選んでください。栽培面積がスペイン第1位の天ぷらニーリョは各地で栽培されていることからそれぞれの土地での別名シノニムがあるというお話をしました。マドリッドではティンタでマドリッド、ティンタは色づいたという意味でした。カタルーニャではウサギの目、ブルデリエブレ、そしてラマンチャではセンシベルという呼び名がありました。正解はレンシアです。レンシアは天ぷらニーリョとはまた別の黒ぶどう品種で大西洋に面したガリシア州で主に栽培されています。いかがでしたでしょうか。スペインワインを代表する天ぷらニーリョをご紹介しました。スペインワインはお近くのスーパーやワインショップに必ず置いてあると思いますのでぜひ天ぷらニーリョのワインを探してみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を見てワインって面白いな、もっと知ってみたいなと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。